おはようございます。たかしです。本日は5月9日木�曜日、ただいま8時4分。それではポンド円とドル円の相場分析をやっていきましょう。最初にお知らせです。 FX 初心者に向けて YouTube メンバーシップで基礎力アップ動画を毎週配信しています。トレードを基礎から学びたい、もしくは学び直したい方はぜひご利用ください。では前半はポンド円、後半はドル円をやっていきます。まずはポンド円の日足からです。昨日のポンド円は日足陽線ですね。一昨日がちょっと気迷い線みたいな、この上にも下にもヒゲがあるロウソク足実体部分が小さかったんですが、昨日の水曜日は比較的大きな陽線になってきておりますね。これを見ていると本日も上昇方向に動きやすいのかなと考えます。ただ、以前から言ってますが、ここ週足のラインがありますので、この辺は意識されてくると思うんですよね。ですので一度ここから押しをつけてからの上昇になるのか、その押しが深めの押しになってくる可能性も同時に考えておきたいんですが、一旦押しをつけてもおかしくない、そういうポイントまでは上昇してきました。ただ基本的な流れとしては今上昇トレンド中なのは見てもわかりますよね。そしてストキャスティックスも安値圏から上昇しておりますので、基本は上昇しやすい地合いにはありますので、トレードの方向としては押し目買いで考えておくのがいいと思います。先ほど言ったように週足のラインがありますので、そろそろ一旦天井を迎える可能性はあるんですが、そこでの売りを考えるんじゃなくって、下がったところから買っていくっていう押し目買いでやっている方が、今のこの流れを見てもわかるようにずっと上昇してきているんですね。今回は為替介入の影響でこの先下落していくっていうことも考えられるんですけれども、今のこのトレンドを見ていると基本的な考え方としては上昇していく可能性の方が高いので、そう考えると下落を狙うんじゃなくって上昇方向にトレードをしていると、この先の大きな上昇の流れに乗っていける可能性がありますので、その辺は考えておいてください。では4時間足です。4時間足は方向感がありません。 GMMA の青帯は横向きなんですね。ただここのところ、先週が GMMA の青帯、この先週のこの為替介入での下落によって GMMA の青帯の下に入っていた期間がありますよね。その間に GMMA の青帯が下を向いてきたんですが、今再び上を向くのかなみたいな、そんな雰囲気にも見えてきます。もちろん下抜けてくる可能性もあるんですが、現在のところ GMMA の青帯の上にありますし、基本的には上昇しやすい地合いなんですね。ですのでここからの動きの想定としては、まずは GMMA の青帯ぐらいに押しをつけてくる、そこからの再上昇という、そういうイメージを持っておきたいです。もちろん今 GMMA の青帯は横向いてますので、このまま下抜けてこの日足のトレンドラインぐらいまで下落してくる可能性もあります。ストキャスティクス高値圏ですよね。ですので本日は一旦の調整の下落を待ちたいんですが、昨日の動きを見ていると、もしかするとこのままスルスルと上昇していくかもしれません。上昇してきた場合のターゲットはこの辺りですね。オレンジの水平線を引いてます。 197.5 付近と考えておりますので、そこまで上げ切るかどうかは分かりませんが、その辺を目指して上昇していくと考えておくと分かりやすいと思います。では1時間足です。1時間足では先ほどのオレンジのターゲットと別に赤い水平線を引いております。先ほど4時間足で言っていたのがこのオレンジの水平線までの上昇ですね。で1時間足はもう一つここに節目がありますので、この赤い水平線までの上昇を一旦見ておいて、この赤い水平線を上抜けてくればオレンジの水平線までみたいな考え方を持っておくといいと思います。逆にこの赤い水平線付近では次下落方向に動きやすくなると思いますので、その辺の動きにも注目ですね。昨日の動きはかなり分かりにくかったですよね。じりじりと上昇してきてますので、ここエントリーするのは難しいと思いますので、例えばしっかり GMMA の青帯に押しをつけてきてくれれば、そこでエントリーチャンスが生まれるんですけれども、昨日みたいなこういうじりじりとした上昇っていうのはエントリーはしない方がいいと思います。今本日は少し下落しそうな雰囲気にもなってきてますので、まずは GMMA の青帯ぐらいまで押しをつけてくるのを待ちたい。そこからの再上昇というところをイメージしておくとトレードがしやすいと思います。では次はドル円ですね。ドル円もポンド円と同じく似たような形をしています。上昇トレンド中、 GMMA の青帯トレンドラインにぶつかっての上昇になってきております。こちらも比較的大きめの陽線で3日連続上昇してきてますね。ストキャスティクスも上昇中ですので、基本的にはこの上昇の流れに乗っていくのがいいと思いますが、そろそろ為替介入への警戒感も高まってくるポイントまで上がってきてますので、このあたりは注意ですね。いつ下落するかがわからないというところにあるので、ここからもし上昇方向にトレードする場合はそこは注意が必要です。では4時間足です。こちら
らもポンド円と似たような感じですね。 GMMA の青帯を上抜けてきましたので、まずはここからの次の上昇の流れをイメージしておきたい。その場合は158円ぐらいまで上昇してくる可能性があるんですが、4時間足ストキャスティクス高値圏にあるんですね。ずっと高値圏に張り付いているので、今このストキャスティクスが張り付いたまんま上昇してきているので、もちろんここから本日もじりじりと上昇していく可能性はあります。ここのところの上昇をしっかり押しを作らずに上がってきているので、どこかで一度ズドンと大きめの下落をしてもおかしくないと思いますし、ストキャスティクスを見ているとやはり調整の下落があってもおかしくないと思うんですね。ですのでその辺はご注意ください。昨日までじりじりと上昇しているから、本日も同じように上昇していくと考えていると比較的大きめの下落が起こる可能性がありますので、その辺に注意しつつというところですね。現在は GMMA の青帯横ばいですので、やはり先ほど言ったように大きめの下落を伴う可能性は十分にあります。では1時間足です。1時間足は緑のこの矢印を描いてまして、これ下落の流れなんですね。この下落の波を作っているんですが、黄色丸の高値、ここを上抜けるまでは目線が下だという話はしていたと思います。ですので今 156.3 付近が近づいてきてますので、やはりこの黄色丸の高値が近づいてくると売り圧力も比較的入ってくると思うんですね。そして4時間足ストキャスティクス高値圏がありましたよね。ですのでこの辺付近まだもう少し上昇余地はあるんですが、今このラインが近づいてきているってことはやはり売り圧力も増えてきますので、この辺付近からは比較的大きめの下落に入る可能性は考えておいた方がいいと思います。今のところじりじりと分かりにくい上昇をしてきておりますので、この上昇が続く可能性もあるし、そしてこの赤い水平線付近で一度ズドンと下落する可能性もありますので、今インジケーターはかなり分かりにくいんですね。マックではちょっと弱いですし、今までのこの上昇のこの流れがありますよね。月曜日からの上昇のこの傾きがあるんですが、昨日後半からは横ばいになってきてますので、もしかするとここから下落方向に一度動いていくかもしれない。1時間足とか4時間足の GMMA に押しをつけるような、そういう動き方をしてくるかもしれませんので、その辺を見ておきたいですね。ですのでこういうじりじりと上昇する相場っていうのは難しくなってきますので、トレードは様子見する方がいいとは思いますが、もしトレードされる場合は買い足、5分足とか15分足でトレードをしていくことになりますので、ただやはり今は為替介入への警戒感も高まるポイントに来てますので、その辺は注意が必要ですね。突発的に1円ぐらいの急落とかもあり得ると思いますので、そういう動き方には警戒しつつ今の上昇トレンドに乗っていくっていう、そんな考え方をしておくと安全だとは思います。それでは本日は以上です。この動画が分かりやすいと思ったら、いいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。ノートのメンバーシップ会員を募集中です。毎朝更新の相場分析に加え、週末には分かりやすいスキルアップ動画を投稿してます。 FX で勝てるかどうかは知識量の違いが決め手です。週末動画でどんどんその知識を蓄えていってください。FX を基礎から学びたい、知識レベルを上げたい、そんな方のお悩みを解決します。またノートでは有料マガジンを含め複数の視聴プランをご用意してます。ノート限定の掲示板機能ではリアルタイムな相場の気づきも投稿してます。ノートメンバーシップは初月無料です。また限定動画だけをご希望なら YouTube メンバーシップでもご視聴いただけます。詳細は概要欄をご覧ください。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。